ね、といううわけででそうなんです貞子白雪和風ホラーダメになったのは何てったってこの貞子のせいだからねちっちゃい頃に何か貞子をなんかなんか勝手に見せられて親とかに日本版の日本版どっち先だったんだろう今思えば多分海外のザーリングが先に見てでもね面白くて最後まで見たんだよねでばもうバカ怖くて。 僕は怖かったんだけど一応ね最後まで見たし何な,ならもう一回ぐらい見てるんだよね大人になってからいけるやろって思ってもう一回見たらやっぱり「やだよも怖いよ!」ってなってそう日本版の貞子なら怖くないやろと思ってだから私さん負けず嫌いだからなんかどうしても克服したかったんだろうね白雪ホラー好きだしどうしてもこの因縁のトラウマ貞子からなんか克服したくて何回か挑戦したんですよ時を得て。 そうで「でザーリン」がでもそれでも怖くてで日本版の貞子ならいけるやつさ日本版の貞子のが私より怖くてよりトラウマになってそれ以来ですねこ貞子ちゃんに会うのは。うん